お疲れ様です、ゴールデンです。これも続きからなんで、はい、なんか、この、今っていうか前回の動画で、左上行ったら、なんか、イベント発生するとか言ったんですけど、その前になんか、攻略書かなんかイベントがあったらしくて、サクッとね、攻略してから、ちょっと行こうかなと思います。なんか人間は帰れとか言われてるけど、でもまあ入り口まで飛ばしてくれたらやりやすいからよ。ほんで、シームのその行くわ。におったよな、確か。うん。シームのそのやな。おれへんやん。なんかモンスター増えてるし、ほんで。見たことないやつおるぞ、一人。めんどくさいもなった。よし。おった、なんか。こんにちは、道に迷わないまずね、してあげる。してくれ。うん。ほんで？じゃ、ほんでさ、なんかさ、シルキーに話したらなんやかんやみたいなあってんけど、なんなん？これは。わけがわからへんな。はい。で、右上。上。うん。で、右上か。こうか。うん。で、1000ポイント左上からロシオって。うん。じゃあ、ここでシルキーに話しかけるの。あははは、私です。頭おかしなってるよ。こんにちは。今、サボテンが来てたよ。何でも知り合いの魔法使いが病気になったんだって。でも、症状を聞いたら、魔法を使ってる子にはよくある病気だった。ね。あ、みたいだったねと。ブラウニーって子が最近の病気にかかってもう治ったっていう話をしてあげたら。あなた悪い妖精の呪いがかかってるね。まじないしてあげようか。はい。私のお願い聞いてくれる？いいよ。はい。はい、おまじない。まじない、すごいな、こいつ。ここは妖精の国に一番近い妖精の森。でも、近頃、妖精たちが変なの。なんか変な動きを感じるの。それを調べてほしいの。はい、調べていきます。じゃあ、お願いします。こいつ、こんなやばいキャラやったっけ？うごめく森始まったな。これでええねん。で、うごめく森が始まんねんけど、うん。で、さっきの妖精の森みたいなところに行くんですね。うん、左下行ったら妖精の森行って、で妖精イベントがなんか発生してると。違う、こいつは精霊力持ってない。こんなクズはいらん。蹴るなや。我ら上手なるものはもっと強い力を持つはずだ。司祭を連れてこい。司祭は1、10、100、1000万、10万、10万歳を過ぎたような年上で、でも、ほぐれやん。ちょ、そいつでいいのか。うん。カッカじゃないですか。いや、黒竜王、アーウィン様の話で、その方が26歳。全然違うねんけど。竜王、あ、間違えた。黒竜王様の間違いじゃないか。来たる日の女王となる方だ。26歳はずがない。前の女王は28,732歳だった。だから、その、デーモン小暮みたいな世界観やめろよ。新しい女王は妖精ではない。人間はせいぜい500年ぐらいしか生きないですよ、500年も。うん。そんなに短いのか。もっと短いとも聞く。いや、せいぜい100でしょ。しかし、黒竜はなぜ人間など我らを、の女王に。ん？お前たち何をしている？何これ？江口洋介みたいなやつ出てきた。じゃ、殺すやん。妖精殺しまくってる。大丈夫か？お前、まあまあやな。まあええわ。はい。あなた、ちょうどいい。この修道場、ロシオっていうところに連れて行ってくれ。他はすぐ東に行けばロシオっていうがいるはず。彼を頼るといい。彼は資源人の一人だ。ロシオって言ってあれか。椅子座って偉そうなやつか。力になってくれるだろう。うん。いいえ、私は修道場、賢人など、まやかしに頼らずとも自分の足で帰ります。なるほどね。ようできてんな、このゲーム、ほんまに。はい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 。んで？
妖精たちね、いつの間にアーウィンの義母になりさがったの。ギャル王みたいけど大丈夫か。うん、お前もう帰れ、ここは妖精の森だ。昔に合わせばまた人間と妖精の間で戦争になる。お前めっちゃ殺しなきゃな。ここで避けられる戦いを避けろ。うん、あ、なんなんですかね、あのお兄さん。はい、まあ、よくわかんないです。で、で、こう左に住んでありますね。左、うん、で、またこいつらか。だからあの後ろのなんかドラゴンフライみたいなやつ、なんなん初見やんよ。おったかあんなやつ、おらんかったよな。はい、で、左にもう一回行くと、うん、そしたら、こいつやばいやつや、ポカポカ乗せてくれて、ほらほらほら、もう開幕待ってましたとばかりにどつかれてたけど、俺に怖いねんて、やめてくれ、怖い怖い怖い。うん、で、まあこうやんか。で、また左に行くとか。あ、こいつはかつて経験値をめっちゃくれた、あいつワニなんですよ、アメリカも。あ、全然来れんかった、今回は。ワニに行くな。はい。ワニ川？ワニ川やったっけ？あ、なんか。はいはいはい。なやこいつ。なんだおめえ。人間こん、怖っ、顔。こんなところまで何をしに来たら無用のものが立ち去れ。倒す。愚かな。あ、結構 HP あるな、重たい以上に。もっとないと思ったわ、なんとなくけど。おーおーおー、あー、ピオリア。なんか思ったより HP ありますわ、こいつ。ある、ほんまに。ちょっと舐めてた。もっと圧倒的かなと思ってた。 HP 多ないっていうか強いな、普通に。あんまり部活に近寄らん方がいいかも。怖い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 。じゃあ必殺でも解きますか、ネビュラスソーサーね。すんなよ、いらんこと。え、ネビュラスソーサーも結構外すよな、なんかそれなりに。あー、もう、ちょ待ってちょ待って、もうそのなんかぐるぐる回るの鬱陶しか、やめてもらっていいですか。お、やったぞ。あ、け、なんか取ってない、取ったよな。うん、で、終わったと。妖精たちの中には人間に反感を持つ者がたくさんいます。はい、うん、どうしましょう、ロッシオッティ様。はい、どうしましょうか。寝てるよ、先からずっと。起きとけよ。はい、まあ、なるようになるでしょう。雑やな、そんなんでいいの。よくないっすよね。話終わりました、うごめくもり。あ、さっきのロンゲのお兄さん、消しもたけど。で、ここで、またサボテンのやつの話を進めないとあかんのかな。もう一回ジャングル行って、みたいなことか。めっちゃいろいろ行くな。みたいな気もするな。あ、やっと気持ち入れた。はい、まだちょっとね、あの例のごとく迷ってしまったので、次はね、あのあれ行きますわ。何だっけな、魔法学園じゃないわ、魔法都市ジオに行くみたいですね。はい、じゃあ行きましょう。魔法学園目指すみたいですね。ここ音楽軽快でな。で、あとなんかな、明るいね、ここ。なんやろ、絵的になんかジャングル暗いねやんか。だからなんかもうしんどいね。わかるかな。なんかだから雪山とかもなんか入り組んではいるんやけど、うん、あ、この人ね、久しぶりのやつで、
こちらさんでしたら、あんたまだ G5 個やってるのダサーい。G5 個番長ですからの。誰かから話聞くって書いてあるんだけど。あ、この立ってる子ちゃうか。さっきサボテン来てたよ。僕のかかってた病気についていろいろ聞いて言ったんだ。魔法使いは必ずかかる病気さ。海賊の気付き薬で簡単に治せる。僕はそれをデイビッドから分けてもらったんだ。立たされてもらったんだ。ちなみに、時間の感覚がもうわからない。そりゃそうでしょうね。はい。で、これで海賊船バルド行って、あれするんでしょうね。あれですわ。ペンギンに声かけてみたいなところでしょうね。これが長いわ。ちょっと。で、これもうほんまに、すごい、別にイラついてはないんやけど、一言言いたいのが、これね、この階段さ、すごい入りにくいね。わかるかな？なんて言ったやろ。ものすごい、こう、なんていうかな、サボテンコーラな、支障を来すのに。まあ、そんな別に日記書かないようになるだけやけど、バドも使わないわけやんか。だから、これ、もう無視できないんですよね。そこが痛いな。まあ、ブツブツ言ってんと、バルド行きましょうか。これで最後であってくれ。お願いやから。だから、デイビッドと喋ったらいいんでしょ、要は。デイビッド探すか。デイビッドどこおったかな。俺で行ったらどっかおったと思うな。これどっちかデイビッドちゃうの。俺たちはペンギンでもちょっと人間になりかけてる。君じゃないね。いてんねん、海のエナジー。こいつね、海のエナジーのやつか。あんどくせ。あ、モンスター出るからちょっと避けときますわ。今はちょっとモンスターとやり合いたくないんでね。こっちも戦士やな。じゃあ、こっちじゃないんか。ちょっと邪魔やねんけど、ほんまに。もうちょっとだいぶ来てるよ、俺。なんかこっちじゃないやつだったよな。で、降りるやつみたいな。これ違うねん、これ。なんかむずいな。ちゃうかったっけな。なんかもっとあったよな、部屋。こっちじゃないどっか行ってみる。無理な。すごい手順多いな。で、降りんねやろな。合ってないんかな。また難しいことあったわ。まあやわ。ブツブツ言ってんのやりましょうか。はい。え、ちょ待って、俺ちょっと一個試して。ごめん。一個試すわ。よいしょ。はぁ、あ。あ、違う。あ、これでいいか。こっち側の、なんか、やつやったんちゃう。どうでもいいんです。何がですの。これも二つおったから、テンバルドが俺たち、ちゃうかったか。そうそう、こっちがあんねんな。看板。この辺でエビ取るんじゃん。海の中が恋しくなります。そらね。炸裂。ああ、まともに喋るやつがおらん。これ。で、下行かなかったな。で、多分おんねんな。デイビッドが。お前デイビッドやろ。あの、線外しやん。こいつやな、デイビッド。サボテン来てたでやんす。気付け薬を欲しがってたんで、くれてやったでやんす。お帰りはアマレットちゃんに任せたんだけど、ちゃんと帰れたかどうか、謎でやんす。アマレットって誰？よくわからんなぁ。まあ、とりあえず話したから、行きましょうか。アマレット。名前覚えとかなあかんな。だから、もうこういうゲームの苦手なとこ、こういうとこやねんな。だからね、なんて言ったらいいかな。こう横文字がね、何回かどうかで言ってるんですけど、覚えづらいんで、その辺なんやろな。
んで、うん、まあ喋ろうか。もしもし、俺様は海賊の頭バーン様、どうだ船はなかなかいい感じだ。で降りると、はい、船降りろと、貴様みたいな船降りろと。うん、んでドミナの町か、長いな。まあ非常に苦戦させられてますね今回は。だって動画半分に割ったのが初めてやもんな。極力だから編集できるかなと思ったけど、もうそのいけるレベルじゃなかったから、あれしました。こっちじゃないわ、間違えた。なんか二転三転しすぎて、あと俺が名前覚えてないのが悪いんやけどな。横文字の名前をねなかなか覚えれないですね。ほんまに長かったわこれきつい。まあ多分一人やったら見まくってんねやろな、こいつやろ、なんとかって。サボテンくんは痛いの痛いの、口に入れて運ぶな、べちょべちょなるわチクチクチク。だけどミーの仕事は郵便配達せずにポストへ配達完了。これでね、おそらく自宅帰ったらポストに投函されてるんでしょうね、変わり果てたサボテン君が大丈夫かこれ、ほんまに絵的にどうしよう。サボテン君なんか帰らぬ人になってたら日記誰が書いてくれんねややばいな。もうええけどさ、じゃあ俺なんかアーティファクト欲しいっつってんのにもう全然遠ざかってんねんけど、もうほんでそのサボテンこんな長いと思ってないやん俺マジでさ。いいな、家帰ってポスト見ましょうか。楽しみやな、ある意味ある意味な、楽しみです。はい、でもサボテンの行動力半端ないな、あいつ1回目もゴミ山に勝手に行くしさ、しかもあんな奥まで見てください、ね、皆さんこれサボテン急に詰められてますやん、死んでるやろこれ。もしもーし。薬身につけたら元気そうやな、お前。でや。まあでもよかったわ。とりあえず。で、サボテン終わりということになるんですね。はい。一言感想言っていいですか？すごく長かったです。多分これメインストリームから外れた話にしてはめっちゃくちゃ長かったんで、もう途中マジでほんまに、もうほっとこうかなと思ったんですけど、何回か動画の中でも言ってるんですけど、サボテンくんとか、バドくんとかいないと、こう動画的にまずいんで、絶対これは進めて終わらす必要があったんでやったんですけど、長い。前半後半でね、分けさせてもらいますけど、今回は。はい。というところで、はい、皆さんお付き合いいただきどうもありがとうございました。じゃあまた次回どうぞよろしくお願いします。はい。